皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の14回目、今回は2桁の自然数を文字を使って表す、こういうタイトルで、いろいろな数字を文字を使って表すとどうなるか、こういうお話をします。括弧1、偶数を N を使って表す。 N は整数です。小学校の時、偶数って2で割り切れる数、こんな風に学習したんですけれど、もっと他の言い方はないでしょうか。2で割り切れるということは2の倍数ということですよね。つまり 2×1 は 2、 2×2 は 4、 2×3 は 6、 すべて2の倍数ですよね。答えですから、2に整数をかけたもの、これが偶数って言えます。ですから 2×n、 これが偶数ということです。つまり 2n、 偶数は 2n、 このように表せるわけです。括弧2番、奇数を m を使って表す。 m は整数です。じゃあ奇数って教科書では2で割り切れない数、こんなふうに書いてあったんですよね。じゃあこれはどう考えればいいか。2で割ったら1余るって考えます、ね、2の倍数と1違う、ね、1余るか1足りないか、逆も考えられますもんね。つまり偶数より1大きいか、偶数より1小さいか、こう考えたら、偶数は2の倍数ですから 2m、 1大きかったら足す1、こういう考え方になりますし、1小さかったら 2m-1、 どちらの式もこれ奇数を表しています。括弧3、2桁の自然数を10の位の数を A、 1の位の数を B と表すと、これどうなるでしょうか。小学校の時やったことが全て基本になっているんですよね。小学校の時、例えば64という数、これ10の位の数が6で1の位の数が4ですよね。何を表しているかっていうと、10の位の6というのは10が6個ありますよと、それに1の位の4、それに1が4個ありますよと、これを合わせた数、これが64と。もう一個書いておくと、例えば95という数、これは10の位が9ですから、10が9個と1が5個、1の位が5なのね、1が5個で 10×9 足す 1×5 と、こんな風に表すことができるんですよね。これと同じ考えです。10の位の数が A ということは、10が A 個あって、1の位の数が B ですから、1が B 個あると、これを計算すると 10A 足す B、 10の位の数が A、 1の位の数が B のもの、これは 10A プラス B、 こんな風に表すことができます。括弧4番です。連続する3つの整数を N を使って表す。これ N は整数です。連続するもの、これ実際に具体的な数字で考えましょう。例えば9、10、11、これ連続してますよね。9、10、11、このうちの一つを基準にして考えてみましょう。では一番小さい9を基準にした場合ですね。さあ10を9を使って表すとどうなるでしょう。10は9より1大きいので、10は9足す1、
こんな風に表すことができます。同様に11は9を使って表すと9より2つ大きいので9+2、こうなりますよね。同じように考えて L を一番小さい数と考えます。そうすると次の数は N より1つ大きいので N+1、 こうなりますし、その次の数は基準の N より2つ大きいので N+2、 ね、連続する3つの整数 N+1、 そして N+2、 こんな風に表せるんですね。じゃあもう一つ、今基準が一番小さい数にしましたけれど、じゃあ真ん中の数だったらどうなるんでしょう、ね、もう一つ考えましょう。やはり9、10、11で真ん中の10、これを基準にした場合、9、これは10より1小さいので9の部分は10-1、こう表せます。じゃあ11はっていうと、11は真ん中は10ですけどね、11は10より1つ大きいので10+1、こうなります。ですから文字の場合、真ん中を N としたら、一つ小さい数は N-1、 そして一番大きい数は N+1、 N-1、N+1、 こんな風に表せるんですよね。つまり基準になるものを N とした場合、それよりいくつ大きい、いくつ小さい、こう考えて、N+1、N+2、N-1、N+1、 こんな風に表せるわけです。もちろん一番大きいものを N としたら、一番小さいのは N-2、 その次が N-1、 一番大きいのが N と、こうも表せます。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。